女子のヒラヒラしたものを着用していてはいざという時に対応できん。悪かったな。女だと分かってるよ、こんなことには。それはもういい。そいつはまたもったいねえな、せっかく可愛いのに。なあ、バカを言え。私が可愛いなどとことを言われたのは初めて。しているんだ君は。すぐに出た前。今出ていくのは無理だ。しかし私だってその、デイオーバーでは。少しの間我慢しろ。以前の君はそういうことを言う女性ではなかった。私が変わったのではなく君が変わったのだとは考えられないかね。おい、何か硬いものが私に当たっているんだが。それはまあ男の生理現象ってやつで。まったくこんな時に。いや、こんな時だからっていうか。気に病む必要はない。先生。言えねえ、畜生。一条美月のことは忘れるんだ。彼女はもうすぐいなくなる。そりゃ出るって。あんたの竿事情なんて知らんわ。何か拭くものあるかな。これじゃいつも通り。よし、この裏口から外に出られれば。おい、まだ見つからねえのか。探せ。とっさに隠れちゃったけど。これから一体どうすれば。でもたくまくんに抱きしめられちゃった。たくまくん大丈夫？気分とか悪くない？はい、なんとか大丈夫です。まさかこんなことになるなんて。何かな？どうやってこの状況を打破しようかと。ああ、その話か。あれ、なんかがっかりしてる。また自分がなんかやっちゃった。キスして欲しいな。わかりました。恋人とキスは、キスする場所によって発動条件が違うの。唇同士のキスなら一瞬で変身できるけど。たくまくん、足踏んでる。ウト2イコール人よ人よに人見頃、ルート5イコール富士山6オウムナク。いつにも増して真剣な顔してる。そっか、これはもっと集中してキスしろっていう私に対する叱咤。ごめんね、たくまくん。私もっと頑張る。